お休みのところ悪いわね。いくら取ろうとしてもあんた抱きしめて話してくれないんだもの。ま、寝てても話さないその息やよしってところだけどね。12月9日午前0時14分、30分ほど前に帰ってきたのよ。で、これ早速確認させてもらうわよ。ごめんなさいね。あんまり嬉しいんで、年下なんかに手を出しちゃったわ。私って、年下に本気になれない性格だから、欲情しないでね。その割には男全開なのね。まあいいわ。顔拭いておいた方がいいわよ。そのまま歩くと独り身の兵士に恨まれるから。そうよ、これで00ユニットが完成する。必要なものは全て揃ったわ。あなたのおかげよ。あんたはこの世界の英雄よ。これで特殊任務からは解放ね。あんたも部屋のベッドでゆっくり眠りなさい。自分で思っているよりは疲れていると思うわ。簡単に言うと、向こうのあなたの体にいくらか体力を置いてきたはずだから。じゃ、お疲れ様。ヤシロはすでに部屋に戻ってるから起こしちゃダメよ。おはよう。いってらっしゃい。大丈夫。9時に行動集合です。覚えていないんですか？覚えていないんですね。はい。わかりません。ないイメージは読めません。バイバイ。
白金、ああ。ごめんなさい。何？じっと見たりして。え？知らないわ。あれから満足に顔合わせていないの。あ、タケルさんと榊さん、おはよう。大丈夫よ、きっと。そうね。何があるのか知ってる？知らない。そう。タケルか、特殊任務はもういいのか？そういえばそんなことしてたんだっけ。忘れてたね。ああ、許すがよい。こたびの呼び出し、妙に気持ちが落ち着かぬのだ。わからん、何故であろうな。じきに落ち着くであろう。許すがよいぞ。あ、あやみねさんだ。よう。どうした？何が？きっと大丈夫。うん。心配かけた？なら平気。見当もつかないの？や、みんな。鎧。戻ってきたんだね。え？あ、うん、ただいま。よかった。ありがとう、みんな。よかった。うん。
ラダビノッド司令官に対し、敬礼。休め。突然ではあるが、ただいまより国連太平洋方面第11軍横浜基地英士訓練学校第207英士訓練小隊開隊式を執り行う。基地司令訓示。気をつけ。楽にしたまえ。訓練過程終了。晴れて任官というめでたい日だ。本来であれば諸君の門出を盛大に祝ってやりたいところではあるが、先日の一件もあり、日本国民の感情に配慮したことを理解してほしい。世界は今、力と勇気ある若者を欲している。実戦において経験豊富な指揮官や兵士の力は勝利をつかみ取るためには欠かせないものである。だがそれと同じぐらい重要なものがある。それは勝利を信じることだ。若者たちよ、失敗を恐れず己の最善を尽くせ。どんな苦境に陥ろうと最後の勝利を信じ努力を惜しんだ。勝利を信じ諦める心、それこそが君たち若者が持つ唯一にして最大の武器なのだ。人類は今未曽有の窮地に立たされている。戦況は厳しい。だからこそ必勝の信念を曲げてはならない。諦めたらそこで終わってしまうんだ。今地球人類がその歴史上初めて一つの絆によって結ばれている。それは人種、民族、宗教、国境といったあらゆる人為的区分を超越した同じ種であるという最も根源的な絆である。そう、地球の全ての人々は同じ赤い血潮が流れると同胞なのだ。隣人とそれに連なる人々に思いを馳せる。明日も彼らがあるか否かは諸君らにかかっているのだ。座して手に入れられるものは何もない。命を懸けて使ってくれ。それがどれほどの気概を必要とするか、諸君は先の作戦で嫌というほど感じたことである。何が正しく何が過ちであったか、それは後の時代が判断することだ。だから今我々ができることは信じる道に従い、未来人類の手に取り戻すため全力で戦うことだけだ。脈々と紡がれてきた人類の歴史を未来の世代に受け渡す、それこそは我々に与えられた使命だ。第207英士訓練小隊の枠を取る。私は諸君が信じる正しさと我々のそれとは同じであることを確信し、本日付をもって諸君は人類防衛の前衛たる国連軍英士の資格を得た。その栄誉と責任をかみしめ、必勝の気概を持って勝利と未来をつかみ取るために、その持てる力を尽くしてほしい。君たちの誇りは私の誇りである。日本国民の誇りである。そして世界全人類の誇りだ。手のひらを見たまえ。その手で何を使う、その手で何を守る。拳を握りたまえ。
その拳で何を開く、その拳で何を通す。それに極めて異例なことではあるが、諸君の認可に際しお言葉が寄せられている。日本帝国征夷大将公務員夕日殿下からのご祝辞、心して賜りたまえ。こたびの働き誠に大儀でありました。私の迷いを正そうとする若者たちの強き意志をこの身をもって知ることができ嬉しく思います。しかし、いくつもの命も散り、二度と帰らぬものとなったことは悲しく、我が身を裂かれるような思いです。願わくば、天に召されし彼らの御霊が、安らかならんことを。先人たちは、この国と民を愛し慈しみ、それが長らえることを願ってきました。その先人の思いは、この地に暮らすすべての人に託されているのです。その思いを果たすことは、今の世において、並々ならぬことではございましょう。しかし、一人一人がなすべきことをなし、総国を乗り越え、力を合わせるとき、果たさざるものなどありはしないでしょう。皆様が正しき道を歩まれんことを切に願います。そして我が心は、いかなる時もそなたたちと共にあります。承認に際し、殿下よりお言葉を賜るという名誉は、諸君自身の手で掴んだ栄光である。また、この度の急な承認は、先日の将軍救出作戦における諸君らの目覚ましい活躍と作戦成功への貢献が評価された結果であることを付け加えておく。以上である。気をつけ、ラドミノット司令官に対し敬礼。引き続き英式指導授業を行う。榊千鶴訓練兵。はい。ただいまをもって機関は国連軍英士となった。おめでとう少尉。ありがとうございます。ミスルギメイヤ訓練兵。はい。ただいまをもって機関は国連軍英士となった。おめでとう少尉。ありがとうございます。鎧美琴訓練兵。はい。ただいまをもって機関は国連軍英士となった。おめでとう少尉。ありがとうございます。綾峰敬意訓練兵。はい。ただいまをもって機関は国連軍英士となった。おめでとう少尉。ありがとうございます。玉瀬美希訓練兵。はい。ただいまをもって
帰還は国連軍英士となった。おめでとう、少尉。ありがとうございます。白金健訓練兵。ただいまをもって帰還は国連軍英士となった。おめでとう、少尉。少尉、ここは敬礼で返すところだ。英式賞授与を終了する。頑張りたまえ。気をつけ。ラダミロッド司令官に対し敬礼。以上をもって国連太平洋方面第11軍横浜基地英士訓練学校第207英士訓練小隊開隊式を終わる。207英士訓練小隊解散。ありがとうございました。午後のスケジュールを伝える。新任少尉は1300に第7ブリーディングルームへ集合。配属部隊の通達、軍服の支給方法、事務手続きの説明等が行われる予定である。以上。敬礼。私たち、とうとう。そうよ、国連軍の兵士になったのよ。みんな、よく耐えたな。メイヤさんだってみんな頑張ったよ、ねえ。ヨロイ。そうですよ、みんなで力を合わせたから。そうだね、みんなありがとう。千鶴さん、そんな、僕こそみんなありがとう。ありがとう。嬉しいことなのに泣くなんて。私からも言わせてほしい。そなたたちに心よりの感謝を。安心したまえ。その犠牲を無駄にするようなことはしないさ。その犠牲を最大限に生かす方法とタイミングは十分心得ているつもりだよ。私も光月博士も。
白金、ありがとう。あなたの入隊は私たちの大きな力になったわ。本当にありがとう。白金、バカ。本当は感謝してる。白金もね。タケル、何を言う。そなたは立派な男だ。私はそなたのように強くありたい。配属はまだわからぬが達者でな。少尉殿、武運長久をお祈りいたしております。このご恩決して忘れません。お気をつけください少尉殿。私は下士官です。丁寧な言葉をお使いいただくに当たりません。心より感謝する。ご承認おめでとうございます少尉殿。機関の教えと栄ある207英士訓練小隊の名を汚さぬよう、戦場においても精進し、人類の盾となる所存だ。はあ、身に余る光栄です。武運長久をお祈りしております。どうかどうかご双肩であれ。はあ、ありがとうございます。
巨岩、私をここまで育てていただいたこと、とても感謝しています。少尉殿、私はもうあなたの教官ではありません。あ、失礼しました。お詫びいただく必要もありません。何はともあれ、ご承認おめでとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとう軍曹。武運長久をお祈りしております。少尉殿、軍曹もお元気で。ありがとうございます。軍曹の尽力に感謝する。ご承認おめでとうございます。少尉殿、武運長久をお祈りいたしております。少尉、ありがとうございます。真空寺空想ご承認おめでとうございます。少尉殿、武運長久をお祈りいたしております。少尉殿、お気持ちは十分いただきました。さあもうお行きください。ご承認おめでとうございます。少尉殿、武運長久をお祈りいたしております。光栄です少尉殿。ですが少尉殿は元より欠物でした。私は何も益しておりません。少尉殿、お望みであればマリモちゃんでも構いませんが、軍機上神宮寺軍曹とお呼びいただくことが望ましいと思われますが、よろしくお願いいたします。少尉殿、それではまた後ほど。という手順となります。以上で国連軍 C 型軍曹の受領についての説明を終わります。補足ですが、皆さんの承認は急遽決まりましたので、各種軍曹の手配が間に合っておりません。正式配備までには間に合うよう動いておりますので、今しばらく候補生の白い軍曹をお召しください。以上、何かご不明な点または質問がある方を。制服もいよいよ今日で気納めだね。白い強化装備はもう交換しちゃったしね。白い強化装備やっと慣れたと思ったらあっという間でしたね。最初は恥ずかしかったけど、慣れって恐ろしいわね。今じゃ何とも思わなくなったわ。
自信があったから最初から平気。どういう意味かしら？まあまあ、ジズルさん。正規軍では男も女もないからな。あれにならされてしまえば大概のことはもう恥ずかしくなかろう。うん、最前線の基地じゃ寝る場所どころかトイレもお風呂も一緒だからね。では続きまして配属部隊についてご説明します。今後皆さんは国連軍の正規兵として実戦部隊に組み込まれ、多様な地域でのあらゆる作戦に従事することになります。この度英士訓練学校を卒業した新任少尉は全員同一部隊に配属されることが決定しています。皆さんは明日、つまり12月10日午前0時をもって横浜基地司令部直轄の特殊任務部隊 A01 部隊に配属となります。ただし現在 A01 部隊は作戦行動中のために基地を離れています。予定では明日装備性能評価演習に参加することとなっておりますので、皆さんは演習の終了を待って正式配属となります。したがって皆さんはこの演習に参加するためにA207 小隊として臨時編成されることになりました。小隊の臨時指揮官は榊少尉にお願いします。はい。ここまでで何かご質問はありますか？軍曹、演習の詳細を教えてください。詳しいブリーフィングは当日行いますので概要を説明します。装備性能評価演習は文字通り、新装備が正式採用にふさわしい能力を発揮するのかを試験するための演習です。これは光月副司令の要請で10日前急遽計画された演習です。当初12月8日に実施する予定でしたが、先の事件が発生し2日順延されました。A207 小隊が臨時編成された理由は、皆さんの機体に搭載されている概念実証型 OS と XM3 の比較試験がこの演習の目的であるからです。なお、これは実弾演習ではありませんので、武装はすべて演習用装備に換装します。その通りです。本来であれば正式機で参加していただく予定でしたが、これもまた先の事件により搬入が遅れています。静止機器の稼働まではこれまで通り吹雪にお乗りいただきます。実際の ちょっと、今さら何よ。調子狂うからいつもの委員長でいいわ。
ブリーフィングが終わったらすぐ出て行っちゃうから渡しそびれたのよ。まあいいわ。はい、これ。見ての通り。遺書を書くための紙と封筒よ。説明聞いてなかったの？そうよ。これからは常に実践だから。そういうことね。そういうことになってるんだから仕方ないじゃない。ちゃんと書きなさいよ。私は、書くわ。別に死ぬために書くわけじゃないから、なんてことはないわ。いつ死んでもいいように、出撃のたびに気持ちや身辺の整理をしておくことが、逆に活路を開くことにつながる。武士道云々の聞きかじりだけど、出撃のたびに書く遺書なんて、そんなものかなって思うから。そういえば、夕食をみんなで食べたいってタマセが言っていたわ。顔出してね。まあ、そうね。舞台配備になったら、もう今のメンバーだけで食事することもなくなるでしょうから。また一緒の舞台になったけど、これからもよろしく。じゃあ、後で。あなたが遅いのよ。時間きっかりに来るなんて。もうやめてって言ってるでしょ。じゃあみんな揃ったから乾杯しようよ。京塚のおばちゃんがね、お祝いだって用意してくれたんだ。私たちの晴れの門出だ。ささやかではあるが、このくらいはよかろう。白髪ね。はい、三つ折り。
すまぬ。はい。え？お酌。ありがとう。ごめん。え？何が？じゃあ私も。ありがとう。自分に酔ってる白金はなる。ケイさん、意外だよ。すごく嘘。白金は目が腐ってる。確かにそうだったような、嘘じゃなかったような。白金、後で死刑。まったく、このままでは拉致があかんな。僭越ながら、この私が温度を取ろう。そうね、三剣、お願い。うん。では、我らの門出を祝して乾杯。乾杯。とりあえず、承認おめでとう。あら、勘違いしないで。私は特に何もしてないわ。当然の結果が出ただけよ。基地司令、私は定例の書類を提出しただけなの。大体、誰が見たって文句ない承認でしょ。操船技演習をちゃんとクリアしているし、戦術機シミュレーターや実機での機動教習の成績も抜群に優秀。その上、実戦部隊でもないのに将軍救出作戦の成功に多大な貢献をした連中を訓練兵のままにしておく意味なんてあると思う？今の人類には優秀な人材を遊ばせておく余裕なんてないからね。やめてよ、気持ち悪い。それにここからが始まりでしょ。
あんたが回収してきた理論でオルタネイティブ4の成功確率が高まった。そしてあんたの発案した OS が戦術機の性能を飛躍的に向上させた。だからってまだベータに勝ったわけじゃないわ。ここで気を緩めないことね。というわけで死に物狂いで頑張っていい結果を出しなさい。明日の演習よ。別に急いじゃいないわ。10日も待たされてイライラしたくらいよ。全然関係ないわよ。明日の演習は新 OS の正式採用トライアルだってば。マリモに聞いてないの？そうよ。だからトライアルで使う数機を残して基地にいる全ての戦術機にあの OS を換装しといたから。どうせ正式採用されるんだし、まとめてやっておいた方がいいでしょ。それにもうこの先あんたの記憶は当てにできない。この前の事件みたいにいつ何が起こるかわからないんだから、できることはやれるうちにやっておくのよ。先月の概念実証機を使った模擬戦であんたたちが圧勝したでしょ。あれを見てその日のうちに演習をねじ込んだのよ。だから私とあんたに残された時間を考えたら、考えうる限りのことを前倒しで段取っておいて損はないって言ったでしょ。あんたが転移実験している間も他の子たちがずっとデータをくれていたからね。白金のデータよりむしろ参考になったわ。あの OS は全世界の英士が使ってこそ意味がある。だからあんたの軌道概念を肌で分かっていない連中のデータの方が役に立つのよ。オルタネイティブ計画の技術部門を甘く見てもらっちゃ困るわ。材料と的確な指示さえ与えてやれば、この程度のこと造作もないのよ。装置の改良と並行して作業してたんだけど、クーデター騒ぎで完走が遅れたことは痛かったわね。まあとにかくあんたたちに実装したものに比べたら、最新バージョンの XM3 はかなり進化したわ。初めてのエースでも結構使いこなせるはず。そうなるように改良したんだから当然だけど。何言ってんのよ。あんたたちの機体には実戦で得た貴重なデータがあるでしょ。明日の演習は実戦経験のある OS とサラピンの OS の比較試験なのよ。そんなバカなミスすると思ってるの？まあとにかくここで実績が出れば全世界の戦術機への搭載も現実味を帯びてくる。 OS の連続起動時間についてはとっくに記録更新済みだから、あとは目に見て分かりやすいアピールよね。そうなればそれを欲しがる連中もうよよ湧いてくるわ。取引の材料にして時間を稼ぐもよし。呆れたわね。まだそんな甘ちゃんなこと言ってるの？この前の事件、裏の話もある程度聞いていたんじゃないの？そんな善意が「はいそうですか」って受け入れられるような話だった？もういいわ。とにかくあの OS はあんたが発案したんだから、オリジナルの強さを見せつけてやりなさい。
逆に負けたらものすごくかっこ悪いわよ。それに現場の連中は何であれ新型を嫌う傾向が強いから簡単に納得しないわよ。その通り、コンバットプルーフ主義偏重の連中を唖然とさせるほどの結果を残しなさい。新 OS がどこまでやれるのか見ものね。